サーダとアリー・ハーンは、北インドのアワド大使。サーダとアリー・ハーン一世、ブルハーヌルムルックとしても知られている。また、単に、サーダとハーンとも呼ばれる。強固な意志を持ち、大胆かつ活力に満ち溢れていたばかりか、知的な人物でもあり、北インドのアワドに独立国家を樹立した。アウラング西部1680年頃、サーダとアリー・ハーンは、イランのホラーサーン地方。 ニーシャープールに生まれた。父はシーア派の商人であったが、母はサファビー町のアパース2世に仕えたキジルバシュの最小の娘であった。1707年3月、ムガル帝国の皇帝、アウラングゼーブの死後、バハーズルシャー1世が定位を継承したが、帝国では反乱が相次ぎ、その広大な領土は徐々に解体されていった。1709年、 サーダとアリー・ハーンは、こうした情勢の中、イランからインドへと移住し、ムガル帝国のイラン系貴族となった。皇帝はハードル・シャー一世のもとで別れは、陣営監督であった。サーダとアリー・ハーンは、帝国の皇帝ムハンマド・シャーの信任厚く、1720年11月20日には、ウルハーヌル・ムルクの称号を与えられたばかりではなく、1721年1月21日には、 皇帝警護長官に任命された。また、1720年10月15日から1722年9月1日に、かけては、アーグラの大使、ファルハーバードなどの上塞司令官であった。同戦7 2 2年9月9日、サーダとアリー・ハーンは、皇帝の命により、アワード大使とコーラクプルの上塞司令官に、任命された。サーダとアリー・ハーンの認知たるアワードは、 バフラーイジ、ファイザーバード、ハリー・ラーバード、ゴーラクプル、ラクナウの5県からなり、ファイザーバード、アラーハーバード、コラー、ラクナウ、カナウジなどの都市含んだムガル帝国の繁栄を支えてきた重要な州だった。1723年、サーダとアリー・ハーンは新たな検知を行った。彼は、公正な地層を回収し、ダイザミンダールから農民を保護することによって、 その生活状況を改善しようとした。1724年、帝国の最小カマルティン・ハーンが、デカンのハイダラーバード州で独立し、ニザーム王国を打ち立てて帝国に見切りをつけて、独立したのを見て、サーダとアリー・ハーンも、また同様に独立した。ファイザーバードの城とはいえ、サーダとアリー・ハーンが大衆院に就任した際、アワードの各地で帝国の権威に反発する。 ザミンダールが台頭しつつあった。彼らは地層の納入を拒んだばかりか、紙幣を要して、取を築いており、事実上無法状態にあった。そのため、サーダとアリーハーンは、アワドの統一を進め、1728年には、ジャウンプル、バーラーナシー、ガーズイープル、チュナールを、これらの地のジャーギールダールであったムルタザーハーンから、奪った。このように、サダとアリーハーンは、 反抗的なザミーンダールと何年にもわたる戦いを行い、大ザミーンダールらに制裁を加えることに成功した。これらの戦いにより、自身の統治領域における財政的な基礎を底上げすることができた。打ち任されたザミーンダールの多くは標準の意を示し、定期的な地層を収めることを認めたならば、領地を保証されその地位を認められた。また、 彼は時に怪獣策を取ることもあり、多くの領主やジャミンダールを侵入させた。ファイザーバードの宮殿サーダとアリーハーンは、効率的な行政を図り、ムガル帝国のジャギールダーリー姓を領土に導入した。宗教的には、ベンガル大使と同様、ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒を分け隔てなく平等に、扱った。行為の官僚や、軍司令官の多くは、ヒンドゥー教徒であった。 ただ、反抗的な貴族、豪族、ザミインダールに関しては、宗教の遺憾を問わず、容赦のない態度を取った。また、アワドの軍隊は兵士に十分な給与と武器が支給されており、訓練もしっかりなされていたことで知られている。ナーディル・シャーダが、サーダとアリー・ハーンは帝国を必ずしも見捨てては、おらず、1737年3月に、 デリーがマラーターにより危機にさらされた際は援軍を出し、その援軍はオーパールの地で戦った。1739年2月13日、サーダとアリー・ハーンはナーディルシャーの侵攻に際し、帝国軍が講和した後、3月6日に彼はナーディルシャーから帝国の摂政の地位に任命された。その後、3月11日にデリーでが虐殺が行われた際、 サーアダとアリーハーンは捕らえられ、ダーラー志向の屋敷であった場所に監禁され、3月19日にそのままで死亡した。とはいえ、その島でにアワドは帝国からは実質的に独立した地域となり、その地位と領土は世襲的なものとなっており、大衆位は老いのサフダルジャングルによって世襲された。ありがとうございます。